ジリナは、スロバキア北西の都市。首都、ブラチスラバから200キロほど離れている。スロバキア第4位の人口を持つ、重要な産業都市である。今日のジリナ周辺地域には、後期石器時代から人が定住していた。5世紀、スラブ人がこの地に移り住んだ。しかし、1208年に初めてジリナの記載がなされた、時には、小さなスロバキア人の町テラで、サリナンとして出会った。 古いジリナの町は13世紀終わりに破壊され、テシェンからやってきたドイツ人植民者によって再建されたのみだった。1321年、ハンガリー王カーロン一世はジリナを王立自由都市とした。1381年5月7日、ラヨシュ一世はスラブ人特権を発布し、町の議会の赤半分を スロバキア人に与えることによって、スロバキア人住民とドイツ人入植者とを平等にした。この特権が衰えた後、町はフス派によって1405年に焼き払われた。17世紀のジリナは、ゆっくりと産業、貿易、教育の中心地として回復していった。バロック時代には、ブダチン城と同様多くの修道院と教会が建てられた。1848年、 1849年の革命時代、ハンガリー軍に対するスロバキア義友軍が勝利した地となった。市は19世紀半ばに新たな鉄道路が建設されたように活気にはいた。コシセボフミン鉄道が完成したのは1872年である。1883年に鉄道はブラチスラバとつながり、新たな工場が創業を始めた。 ジリナは1918年10月30日のマルチン宣言にサインした最初の自治体の一つで1919 19年3月までスロバキア政府の所在地だった。ミュンヘン会談後すぐの1938年10月6日、チェコスロバキア内のスロバキア自治権はジリナにおいて発令された。第二次世界大戦後、市は多くの新工場、学校、 住宅建設で好景気を経験した。1949年から1960年までジリナ県の県都となり、1996年から再び県都となった。現在のジリナは1990年から市の歴史的中心部が広範囲に修繕され、市はトロリーバスの運行を始めた。ジリナは標高342メートル地点にあり、 面積は80.03平方キロメートルである。バーフ川上流地域にあって、3つの河川が合流する。ジリナ盆地内で、東から南東に流れるバーフ川、北から流れるキスタ川、南から流れるライザンカ川である。市は、マラー・ファトラ山地、スーロフスケーブルチ山地、キスツカー・ブショビナ山地に囲まれている。近郊には、ストラーフ山地自然保護区、キスツェ自然保護区、 マラー・ファトラ国立公園がある。バーフ川には、ジリナダムとフリツオフダムの二つの水力発電所がある。ジリナは、温帯に属する、湿気のはっきりとした大陸性気候である。暑い夏、寒く雪の多い冬が特徴である。7月の平均気温は、摂氏18度。1月の平均気温は、低摂氏4度である。年間降水量は650ミリから700ミリで、 6月から7月中旬までが雨の多い時期である。年間60日から80日、積雪が残る。ジリナの紋章は黄金の副十字である。根とオリーブ色の背景に2つの金の星がある。副十字は東ローマ帝国発祥で聖キュリロス、聖メトディオスの伝統である。スロバキアのみならず、世界でも古い自治体紋章である。1378年 2005年の死人口は85,425人。2001年調査によると96.9%は、スロバキア人1.6%は、チェコ人0.2%は、ロマ人0.1%は、ハンガリー人0.1%は、モラビア人である。信仰は74.9%がカトリック教会、16.7%が無宗教。 3.7%がルーテル教会である。市とセパブラ教会市内には2つの劇場がある。私立劇場と人形劇場である。3つの博物館、美術館がある。ブダチーン城市の歴史的中心部は1990年、初頭に再建され、市の文化財保護区とされるマリアーンスケナーメスチエ、広場とアンドレイフリンカ広場を含む、マリアーンスケナーメスチエ広場は106のアーケードと、 広場沿いの44の歴史的民家を抱える、市と聖パブラ教会、旧市役所、バロック時代の聖母像などがある。その他の見どころは、以下の通りである。加えて、市は、スロバキアの西部と東部の中間点であることから、小ハトラ山地と大ハトラ山地へのハイキングする出発点でもある。ボイニセ城、ストレツのオラワ地方、チツマニ村とブルコリニエツ村など、 興味深い場所へも近い。広場ジリナは、バーフ川盆地の主要ビジネス。産業の中継地である。最大の雇用主は、韓国の自動車メーカー、キア自動車である。2007年から年30万台の製造と3000人前後の雇用計画を発表した。キア自動車のジリナでの出資は1億ドルにも達する。その他の大会社は、製紙会社テントである。ジリナには、 スロバキアの主要な会社の本社があり、特に建設部門が目立つ。ジリナは国外にも通じる自動車道と鉄道を抱える。どちらも首都ブラチスラバと南部のプリエビザ、北部のザドザ、東部のマルチンとつながっている。高速道 D1 と D3 の建設がジリナに向かって進められている。市中心部から10キロほどのところにジリナ国際空港がある。 公共交通機関は1949年から運行しており、バスとトロリーバスがある。サッカークラブ MK ジリナの本拠地である。詳細はカテゴリージリナ出身の人物を参照。ジリナは以下の都市と姉妹都市となっている。ありがとうございます。